無人島サバイバルというゲームをやっていきましょう。いきなり始まった。麦わら帽子。こいつは何なんだ。なんつうか、無人島に行ったさ、理由とかないの？こいつはマジで突然無人島に行きたいと思って来た、めっちゃ心が病んでるやつなのか。まあ、言われるがまま立ってするか。何かゲットした。木を切ると、あ、なるほど。この調子で行ったらさ、もう全部切っちゃうよ。なんだ、なんつうかね、無人島でどんどん生活していこうみたいな。なにこれ、切れない。あ、斧がないとダメなんだ。左下のこれ何でしょう。なんだこれ。おお、レベル1。日本語。オッケー。洞窟入ろうか。ちょっとわけのわからぬまま入っていきます。これ何？家ができたのか？HP が回復してる気がする。ここはポケモンセンターか。無人島にしては結構賑やかな BGM 流れてるな、これ。完全に南の島だろ。おい、出てこい。俺、そんなとこで眠ってても助けは来ねえぞ。よし、OK。なんかね、可愛いなと思って、ちょっと突然やりたくなったんで、ちょっと思いつきで実況始めました。無人島に行ったら何がしたいかね。何がしたいってな、生きるのに必死だよな、こいつは今。無人島に持っていくとしたら皆さん何持ってきますか？なんかこのテントの中でいいことが起こってそうな。わかる？今の。ハートがさ、ピンピンって、なんかいいことがあったみたいな。そんな感じがしてしまうわ。今んとここれ木切ってるだけだけど、なんだこれ。この調子でいくと、ただ木を切りに来ただけの人みたいになってるけど。無人島ってさ、釣りなんじゃねえのか？どうなんだろう。なんかまずは釣りでなんとか、魚を捕まえようみたいな。海岸に行こうみたいな。こいつみたいなことはしないだろ、これ。木をさ、人いいんだけど。嘘じゃん、これ。無人島じゃなかった。一回家帰るわ。動揺した。動揺した、マジでこれ。CM。出た、これ。白夜曲行。今話題の。なんか、YouTube でみんなリセマラやってた。面白そうだ。夜に響く洞窟が。それどころじゃねえんだよ、こっちは。今、大変なことやったよ、村人が。話しかけさせたよ、マジで。なにこれ。あ、わかった。こいつらと仲良くするためには、まず、貢ぎ物をあげないといけないみたいな。売る？説明がね、あ、石を拾えってことかな、これ。石があるじゃろと。あるじゃろて。石があるじゃろって、ここに。ちょっと人がいたことにショックだわ、まず。お、あ、こいつ鍛冶屋だ。斧作れる。ちょっと、石が足んない。石。あ、これか。もう一回。あ、なるほど。石復活するパターンね。斧を作ってくれ。これで木が切れる。ちょっと一旦回復するか。回復しないで木切ったらどうぞ。こいつはめちゃめちゃ今テンションが上がってるから、HP がなくても頑張れないわ。回復するわ。ダメだった。こいつ休みたい時はちゃんと会社休むタイプのやつだな。無理しないやつだ、これ。ちょっと疲れたからちゃんと休もうみたいな。なんか夜中に、懐かしのゲームとかアニメを見て、ついつい何本も見ちゃうみたいなことあるけど、こいつは絶対に、なんか出てきた。なんだこれ。なにこれ。ハート20。ハートプラス。あ、わかった。20円でハートがもらえるみたいな。言葉がいらないね、ここの世界は。いいね。君たちちょっともらっちゃう？5個になった。あ、なんか、宝箱。なんだこれ。やった。なんか20個あげたら30個返ってきた。
そう、多分こいつは夜中に懐かしのアニメとか見始めちゃってテンションが上がったとしても明日も早いし寝るかとかって言って寝れるタイプのやつだよこれ。ちょっと家の周りすっきりさせてから行こうか。この木がちょっと気になってたんだよな。木が気になってたんだ。木が気になってました。親父、新しい武器は、あれ、あ、石がないのか。今度は鶴橋がもらえる。何回も回復しないといけないよこれ。やっぱ結構さ面白いな、言葉がなくてもなんか説明なしなんだけど意外とやることがはっきりしてて、はっきりしてっていうか、まあ、それしかできないっていう感じなんだけどさ、木って勝手に育つんだ。だって石回収しよう。そう、石、花は、花、この花はダメか。切れる木と切れない木が、あ、ね、これこいつは強い木だから斧がレベル2じゃないとダメってか。ここはこれは切れるんだ。あ、この辺のやつは生えそうだね。また一番開いた、ちょっと新しいとこ行こう。これあとがない、新しい村に行けるかもしれない。もうこれ早速無人島としてのさ、タイトルを覆すいきなり人が出てきたよ。せめてなんかこういうさ右側のさモグラみたいなやつであれってなったわ。てか HP またもらえるの、あ、もらっとこうぜ。なんかアクションちょっとしんどいからな。全く価値がなくなったかと思えた金だったが、ここでは命に変えられますね。おばあちゃん、おじいちゃんか。何これ、はぁ、あ、なんだ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 、ちょっとちょっと逃げろ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 、おい、なんか来た、家の中でちょっとあいつらやばいんじゃないか、あいつら絶対なんかなるぞこれ、大丈夫か、最悪だあいつ、石持って行きやがった。え、襲われるんかと思ってさ、今ちょっと必死に逃げてきたけど、ちょ、また来やがった、また来やがった、ちょっと待って、あいつらより先に石を回収しよう。これ、あいつらにぶつかったらどう、どうなんだよ。逃げろ、逃げろ。あ、なんかちょっと狂った。あ、敵か、あれ。敵だよね。うわ、マジか。あ、待って、これ道が開くんじゃない、なんだこれ。石があったら柵が作れて敵が来なくなるよと。了解。なんだこれ、きっとこれは CM を見てくれというこの合図。一応 CM 見てくるわ。動画を見ましょう。しょうがない、またこのゲームだわ。いや、さっき喋ってくれたのに喋ってくんない今回。影をエッチに決めている、ちょっと面白そうだな今日リリースだよね、これ。手軽に育成、楽々勝利。終焉の奥手に生まれた科学と魔法を交差する世界。白夜極光、今すぐダウンロード。60円でなんか HP もらおう。ここの世界じゃ何も交差しねえけどな。マジで。骸骨と石が交差してる。ちょっとマジやめてくれ、あれ。俺の貴重な石を。だって木がもうちょっと必要だったよな。木も回収しとこうか。でもマジ柵を作らないと落ち着けない。なんでだ、あの村人たちはすげえ平気そうだけどさ。ここで、この、あいつらがいるうちに、あ、10個もいるのか。あの骸骨がさ、こっちに来てるうちにさ、あの柵を作ってさ、何やろ、逆にこっちに閉じ込めるパターン。作ってやろうぜ。あいつらめっちゃ休みなく働くな。実は敵の陣地がめちゃめちゃ強化されているのでは、これ。もう100じゃ足んない。あれ、さっきなんか CM 見てさ、俺、なんかならなかったっけ、これ、じいさん、お前じゃない。武器か。戦えってこと、戦えってことか、お前。いや、無理だよ。ちょっと、とりあえずあれを。ちょっと急いでこれ、回収しないといけない。アイテムよ。
石が多分10個あったら柵が作れるから、ちょっと一回逃げてこっち来んな、来んなよ、あの骸骨より先に、よし、木に向けになってる、やったー、心の平和が、わかる？ちょっと落ち着いたから一回家帰ろう。てかあいつらも戦えよマジで、俺だけじゃんあの骸骨に立ち向かってんの、どうする、やっぱまあとりあえず来なくなったから落ち着いてね、村人生活ができますね。あー、鶴橋作るか、これなんだっけ、売りか、売り、あ、あーなるほどね、売って金に換えれるってことか、しばらくは石回収とあれですね、木の木こり作業で、あのじいさんにはもう話しかけようなマジで、いいことなかっただろ、あいつに話しかけたがゆえに今こんなことになって、俺たちは今大変なんだから、よっしゃ働いたぜ、結構回収しました、これ作れるんじゃないかな、どうだ、あ、足りますねこれで、ちょっと武器よりも先にまずツルハシを、このツルハシがあったらもしかしてこの石がいけるんじゃないか、どうでしょう、さあ無人島に行ってしまった太郎くん、一生懸命木のところに行った、石行けた、木回収できる、あ、待って、これ新しい道開通しますね、これよし、ちょっとまともなやつおらんのか、この村は、村ってか島か、あ、元気がない、てかこのおじいさんマジであれか、剣か、剣を売ってたのか、あ、わかった、あのおじいさんは剣を売ってくれたじゃん、だから敵が来たのか、ちょっと金の匂いがするんで行ってくるわ、こいつらは無人島とは縁がないんだろうな、俺みたいなやつよ無人島に行くのは、ちょっと剣も作りたいですね、あいつらと戦ってみないってことにはな、これ、あ、木がちょっと足んないか、よし、木こりとしての腕を見せる、これレベル2にするにはどうするんだろうな、この辺の柔らかい木なら切れますよと、そういうことだろうか、無人島をバリバリ開拓してますからね、これ HP ないわ、確かに白夜極光だわ、俺なんか白夜極光やってんのか、そんな気になってきたわ、この無人島のゲームをやってるのか、あのゲームやってんのか、お、作れるね、剣ゲット、これどうやって戦うんだろう、挑んでみる、ちょっと一回隠してから行くか、言ってね、無人島なんで私怪我したらやっぱ病院もないので、怪我するわけにはいかんのだよ、これきつそうだな、敵の攻撃力、待ってよし、いけ、開けて、あれ、はい、開かない、これ何出てないの、あら、めっちゃ反復飛びしてる人みたいなやつ、あれ出れないのか、え、そこから先どうやって進むんだ、じゃあ俺戦いたいんじゃ、俺は上かな、ここ見たらなんかあるか、誰か来い、あ、なんかある、なんかあるか、なんかあったわ、本当になんだ今の、これがあれば新しい武器を作ってくれるかい、作ってくれないか、あ、なんかできてる、なんすかこれ、本当に何これなんだ、とりあえず材料集めっか、あいつら上にまで来やがった、あそこの柵必要だわ、うるさんマジで、何が必要なの、石が10個か、木がめちゃめちゃいるじゃねえか、くそー、なんかあれだね、陣地をさちょっとずつ奪われていってるから、ちょっと負けないように頑張らないとね、
ちょっとお金の匂いがするので行ってきます。白夜極光の CM を見に。もう 100% こいつの CM だな。あ、あと延べ棒的なやつがいったか。こっち来んなよ、来んな、危ない危ない、命からがらだった。よっしゃ回復。ちょっと材料揃えましたね。今回こいつを作って、こうぬ、何を作ってるのかわからんが、これを作って終わりにしましょうか。えい。え、一気に文明が花開いた。やっとまともな生活ができるか、これ。何すんの？あ、わかった。これ、あれだ、武器育てられんだ、これ。うわ。え、一人でやんのこれ。これまたさ、新しい島民がさ、やってくれるのかと思ったわ。これ自分でやるんかい、めちゃめちゃ。結構サバイバルだな。面白い。ちょっと楽しくなってきたところなんですが、まあ、今回これで終わりにしたいと思います。ブシってまた聞こえましたね。またね、次回やっていきたいと思います。今回ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。無人島じゃなかったな。白夜極光。